はよう、こんばんは。こんばんは、こんにちはかね。あ、よし、なうち。明るいよ、まだ。3時の15分ね。15時の15分ね。レオが今、この横にね、スタンバってきてくださいましたけれどもね。忘れた。外はね、嵐の前の静けさの蒸し暑さ。いうところでね。リーちゃんも今、後ろで休んでございましてね。なんとか、日曜日。皆さんどうしよう、お休みの方は充実を高められてまっしゃろかいうところでね。で、日曜やけど営業やでとか頑張っとるでっていう方につきましてはね、暑いけど、熱中症も気をつけて、ラストまで頑張ってほしいなとかね。この雨粒が癒しになれば、ね、応援歌になればとかね。声はね、ごめん、大丈夫ですか言ってね、優しいコメントもいただいてございますけどもね。おぎに、昨日のコメントまだ見れてなかったかな。 YouTube の方はね、TikTok の方はね、ちらっと覗けるタイミングがあったんでね、覗かせていただいたんだけどもね、 YouTube の方まだ見てなかったな。申し訳ないね。この後見て、またお返事ね、送らさせていただきたいかなというところでね。ちょっとこの後どうなるかわからんから、早めにね、収録しようかなっていう形ね。忘れた。で、やっぱり台風じゃないですかね、この列島直撃ということでね、館内、うちのところは火曜日から水曜日にかけてですか。だから明日は、とりあえずそこら中飛ぶようなやつは片付けとけよとかさ、ね、そういう準備段階ね。まあ、うちも3階の方は、上の階はとりあえず全部、まあ、包囲もしたと。いうからね、あれ包囲もしたらもうなんか、もう真っ黒けになるからな、昼間でもね、怖いなっつうところでね。なんとかかんとか、暑さにも負けずに、だから、電気系統やられたらな、正直なし、な、あれよな。命取りという形、ね、ですから、どうにかこうにかね、まあ、車、お車はね、準備できる方は燃料満タンにしておくとか、なんかあったらエアコンも車に避難するとか、いろいろやっていただいて、対策を練っていただきたいなというところでね。まあ、まずは命の、まあ、安全、ね、そこがメインでございますから、大事でございますからね。まあまあ、それはどうしても仕事行かなかね、現場やねとかいうのもあるやろうけど、誰も責任取れへん思うかな、正直な話。ねえ、いや、会社が責任取んねえ言うてね、死んでも大丈夫やねん言うたらええけど、でもそんな、おそらく死んでも大丈夫ことはない思うんでね、もう終わってまうんでね、死んだらいうところで、そのあたりも、まあまあまあ、社会的な問題もあるやろうけれども、まずは、やっぱり自分の命をまず自分で守るところから入っていってほしいなというふうにね、思ってございましてね。ね、別にズボラして休むんちゃうから、正直な話ね。どないなの、行ってもどうなのか分かりませんよ言うてまでやる必要あんのかないうね形で、まあ、それはいろいろ消防の方、警察関係ね、いろいろございましょうがね、やっぱり自分の命も顧みずにね、やらにゃいかん。お仕事もございますがね、だからそのあたりも十分考えた上でね、行動していただきたいなっていう形ね。で、忘れたね、他にあったけど、まあ明日、とりあえず週変わって26日は D ちゃんがとりあえず晴れ男なんでね、雨は降れへんやろと館内ね。だから病院なんで D ちゃんはね、だからなんとか体重が前回落ちとったんで、2週間後に見せてくださいってことね。だからそっからはもうガンガン食ってますから、なんとか
ちょっと増えてるんちゃうかなっていう気はしますがね、まあそれも含めて踏まえてね、9月月変わって空中と、まあ台風も地震も関連してくれいうことでね、大きな被害、ね、もたらさないことを願ってございますんでね、皆さん注意していただきたいな、ね、気をつけてほしいなっていう形、ね、行かさせてもらうよ。レッツゴー。今日初めてアマチュアチャンネル話でご覧になってくださった方、ありがとうございました。花道チャンネル登録ね、よろしくお願いします。こっちの方が TikTok やけどもな、こっちの方もプッシュしてね、フォローしてくれたらな、フォロワーこっちはもう1000人超えでございますがね、YouTube の方はもうはっきり言うてもうこんなもんね、大変なことになってますから、500の今日何65、66ぐらいになってますのね、だから600、700、800、900ね、1000超えて、どこまでいくねんいうね形ね、やらさせていただこうかな、ということで。きっと楽になれるさ、本当の言葉一枚はきっと自由になれるさ、安直症の飛ばし本当らしようか、だけど俺はこの街の明治路に生きていこうと決めた六条闇に紛れ腐った空、腐った空、夢を突き上げても、嫁の叫びの答えな答えなし、裏から離れっぱなし、ずっと離れっぱなし、と頑張るから腐ったれの人生に、千鳥足でいつものご自分 Let's go。 俺はくたくたになるまで走った、走れば走るほど俺は無性に真実味が欲しくなった、浮き足だったあいつはざらついた風にさらわれた、人の恨みにせかされば使い捨てにされちまう、乗り遅れるわけじゃない、俺は俺、明日からサングラスをしてよ、頑固さだけが胸を叩けばいい、上から離れっぱなし、ずっと離れっぱなし、遠回りの腐った俺の人生に、千鳥足でいつもの路地を、胸から離れっぱなし、ずっと離れっぱなし、
止まらない、そっための人生ちょっと振り出しでいつもの路地を Let's go!暑いわね。まあ暑いからええんじゃってね、こんなもん寒いわ言うてる場合とちゃうから正直なしね。8月もいっぱいいっぱいに来てございましてね、なんとかこの夏も2024年も越えていくでという形、ね、まあ、ね、もうこんなもんお盆過ぎたら正月じゃないかというね内容ということでねやらさせていただきたい。そして米騒動もね、令和の米騒動もどうにかこうにか新米のね時期に差し掛かっていただいたっつうところでね、いらっしゃら来週週明けね、ぐらいにはひょっとこしたら店頭に並ぶんじゃないかというね情報ね、ありがとうな、ね、のりちゃんありがとう言うてんから言うたらあーちゃんが言いながらね、まあまあそのあたりでそれも一つのもんでありながらいうことでね、うん、やっぱりありがたいな。でも皆さんにね、やっぱりあれせんとまたほら買いだめしたりまゆみさんも店のお客さんが米ないからでね、スーパーに売ってへんからで、個人の米屋さんに行ったら5キロで3500円や言われないでね、怖いなほんでね、怖いなそこまで背中のかないことね、もうそれやったらもう珍飯でよろしいやん、ね、正直な話しばらく珍飯でね、だからじゃあレオとリーちゃんもおチン飯チンしてこうほぐして、まあまああれ180とか200グラムとかいろいろあるんですか、300とかね、いろんな何やろうな分からんけど、それで、調整して、まあ、測っていつもね測りに乗せてレオとリーちゃんのご飯や段取りするんですが、まあ、最悪そうなったらもうチン飯ねでしゃあないかなとか、だからもうここまで来たらその高いやつをねあえて個人の皆さん、まあ、全部が全部そんなんやないやろうけどもやらんでもね、いけるやないかとか、そしてやっぱり一気にこうなくなるからいうことで買いだめしたら米騒動とかね水騒動になってまうから、とりあえずいる分ずつだけでいこうね、そうせんと無駄なことになるしね、正直なし、買い占めしたわ、新米出てきたわ、売るほどあるわ言われたらね、今度、個人的にまたそれ、メルカリで売らなあかんで偉くなるから。わうわうわわうやっぱ入れた方がいいな。わうわうわわうわわわ。Thank you.
が沈み海が赤く血の色に燃え始めたらテリトリースコモへ紫に染まれ飛んで飛んで黙々と生きろとんがったままで黙々と息をしている俺は桟橋から桜島フェリーに乗れ山よ岩だよゴツゴツの王様の前に立つぜ燃えて上がるわお花桜島丸一の字のおたてさつまの風が吹く立ち上る煙が天空を突き刺し情熱と血液が俺の体を走り駆け巡るわうわうわわうわわうわうわわうわわうわうわわうわうわわうわわうわうわわわうわうわわわうわうわわうわわうわうわわうわわうわうわわわうわうわ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 わ命の雫が金色に燃え始めたら水平線から無言の息吹を殺生殺魔の荒くれおいらボケも俺は桟橋から桜島フェリー乗り山よいの花よゴツゴツのお前様の抱かれうるわ眠れ燃えて上がるわお花桜島丸一の字のおたてさつまの風が吹く歴史の雨に風に嵐に雷雨に打たれ名を挑みかかる島よ岩肌よ情熱の空を出すわうわうわ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 うわわわわうわうわわうわわうわうわわうわわうわうわわわわわわうわうわわうわわうわうわわうわわうわうわわ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 はい、おきにあげろーっと喉人口痛くなってますけどね。まあまあ喉人口はどうなろうか、痛いことか腸腸がどうなろうかね、まあ、そのまま痛ろかいうことでねやらさせていただくけどなんだよな、まあ、もう構わねえ、まあ、正直なし、やらさせてもちょっと喉がね、まあ、申し訳ないけど声出えへんようになって思うて、だけどほんまに最後もう何言ってるか分からへん出えへんわっていうとこまでは、あと20年ぐらいかかるかも分からない
ね、行くとこまで行く道行かせてもらうよろしくお願いします。他にね、メジャーリーだったけど忘れた、あの今日は今3時35分15時35分、どこなので、お散歩はちょっと早めに行こうかなとか、まあ暑いけどじいちゃん次第でございますが、うん、まあ今日もあのハイヤーね、タクシーな、まあ一緒に行って、じいちゃんが堪忍していたら出番が来るんでね、十分な対応で行こうという形ね。まあ涼しくなったらまた、元の綺麗なりーちゃんの状態になって、お散歩も行ける、行き帰り行ってくれるんやないか、自力でいう形行こう。泣いて泣いて泣いて、わしな泣いて泣いて泣いて、いくらになりて、ああ泣いて泣いて泣いて、いくらになりて、開けてのプロテの結果にパクられ生きれた、あれの都に憧れて飛んできた、あうれどり のんべりのえれて、やぼれたふすまにもたれてないでそう、涙をひとつかめば、あ友情愛情人情何かが足りねえ、いざを抱えすべてぶっ壊したやら、ほう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 ずらかちまった俺なしでと考えた朝、何かプロ味噌汁をかじれた天井が笑う、裸で演技をぶら下げた日あれ、忍び泣いてる女はなお悲しくて、手を噛んで強くお前を抱きしめた、吹いてきたぜ臆病風が吹いていた、ほう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 散ってくるって捨て身で生きてやれよと、ああ背中丸め声を殺し思いっきり、ああ泣いて泣いて泣いてチンピラになりて、ああ泣いて泣いて泣いてチンピラになりて、泣いて泣いて泣いてチンピラになりて、
おしゃい、あつ、よっしゃ、何分やった、喉がね、もたへんから、何分や、25分30秒、ね、ラストしよっか、ね、また、来週、お楽しみで、お会いしましょうな、はぁほら、はぁ、出へんやな、だから、人混みに紛れるとなおさら涙が出るからあんまり声張らへんやつっていうねことも考えながらもうどっちみち出えへんねんけど喉から結構風邪ひいたりね喉が弱いの基本的にね、うん、だからそのあたりどうしようかなこうしようかないう形ねだからどれかもう一つやらさせていただいて、また一週間頑張ってね行こうかなっていうところでね皆さんと共にやらさせていただきたい一週間超えていきたい、まあ、台風もあるからねまた元気にハッピーにね、笑顔でお会いさせていただきたいなっていうような形ねやろうドリブどれ、ね、ババ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 バこれ声出えんかなやりたいなと思うんですけど声出ないんですよ声出んでもええか声出んでもええかないの声けどバララ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 ラこれを一週間ね、いいことばっかりないけどもね声させて、いただいて、またあ土曜日来たわ言うてね金曜日一週間週末来たわ言うてね皆さん頑張ってその持ち場持ち場でね皆さん頑張っていただきたいなこの暑いけども超えていってね。行こう。まあ。お前は美しく止まることなく回り始めた I love you 窓の向こうは輝く銀の港外国船が向きを変えるその前にお前を乗せたどり着こう遠い大陸の果てまで Time go round 愛を握りしめ Time go round お前を
離さない」「ピピ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 ピ」ルームサービスの消えたワインを二人で飲み干し口づけた。シャワーの後のお前の髪の素敵な雫が俺の肩に一つ落ちてきた。I love you, I love you。 壁にかかったしゃがるにもたれながら見下ろすハーバーライトの数を数えたら明日の朝白い船で遠い大陸の果てまで Time forward 愛を握りしめ Time forward お前を離さない Time forward 愛を握りしめ Time forwardお前を離さない。ピピ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 ピ皆さんの愛に、包まれて、アマチュアワールドちゃんちゃんで終わらせていただいたいう形ね。大喜利ありがとうね。まあ涼しになったらね、喉の調子も顔の調子はいつもいいやけどな、正直な話。この顔の調子、頭とかあちこちはもうこんなもん、ええも悪いももうどうしようもございませんので、ね、大喜利ありがとう。レオちょっと寝てるとこごめん、ちょっとだけ出る。レオ何や、寝てるふりです。オキシンありがとう。リーちゃんリルクおいで。リルク動きもせえもんね、正直なし。こういうまあメンバーで、構成されてやらさせていただいてるということでね、よろしくお願いします。また来週、バイバイ。今からすぐアップしたらちょっと早いやろうけども、いい感じでアップさせてもらいます。バイバイ、よろしく。ロングロール、いい夢見てよ。夜ちゃうやろうけど、よろしく。またね、ロングロール。